ご覧いただきありがとうございます。当店はバルナックライカを専門に修理と販売を行っておりますカメラ工房松下と申します。今回は販売用のレンズの紹介になります。はい、ではこちらは5センチの標準レンズですね。でこちらズミタール5センチ F2 になります。でこれリアのレンズキャップ付属しております。ズミタールはこの1個前の柔らかい描写で有名なズマールの後の後継機のレンズになっておりまして、ズマールはねちょっとやっぱり描写が柔らかすぎたような感じでちょっと特徴がある癖があるレンズでしたが、これはねそれズマールに比べれば全然普通っていうのもまた表現がおかしいんですけど、そこまで柔らかくもなく扱いやすいレンズだとこちらは思います。でこちらコーティングがあるタイプ、ブルーのコーティングが入ったタイプになってます。はい、ではまず外観から見ていきましょう。持ってフロント部分がグリ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 で特にあないですね。何も特筆点はないですね。ガリ傷とかもないですし、このフロント部分も特に鏡頭部分も特にあないですね。綺麗ですね。あ、びっくりしました。ズミタール万が一まあまあそれが多いの多いんですが、この被写界深度の文字とかもメッキの状態も全体的にかなり綺麗ですね。びっくりです。これはであと動作なんですが、振動も特に問題ありません。これね時々ねズミタールズマール関係はここに溝がありますよね。この溝の中にベアリングがボールのベアリングが入ってスムーズにさせるためなんですけど、これがちょっとでもずれるともう無理やり回転させようとして、ただこの辺に横に傷がバーって入ってるのがあるんですが、それはこれにはないですね。だからこの辺はねちょっと気をつけ、無理にね回すとここでこの爪がロックするんですよ。伸ばした時にこの爪がね回ってこの位置がずれたりして無理やり回すとそんな傷がついたりする時がありますのでご注意ください。これはしっかり問題ないのでご安心ください。で振動も問題ありませんでした。でこちら当店で整備をしておりまして、こちらの縛りのリングですね、スムーズに回転してます。これが古いグリスの拭き取って新しいグリス塗ってますので、こんなにスムーズです。引っかかりなどありません。でこちらは丸絞り、六角絞りと丸絞りがあるんですが、こちら丸絞りになってます。で絞りの羽も清掃してますので油浮きなどなく綺麗です。はい、あとこちらのピントリングですね。ここのネジ部分のこの溝のところね、ヘリコイド、古いグリスを拭き取りまして新しいグリスを硬さ調整して入れてます。個体によってねやっぱりこのグリ回転が渋かったり軽かったりするのがありますので、硬さ調整したグリスを入れて適度なトルクで回るように調整済みです。でこちらパチンというこの無限ロックですね、これも分解清掃してますので、これはパチンと気持ちよくロックしてくれます。でやっぱり気になる光学系なんですが、綺麗ですね。コーティングもこうやって今分かりますね、ブルーのコーティングが残ってますし、拭きすれもね少ないですし、中の抜けもかなりいいんですよ。外観ともにねかなり状態はいい方です。珍しいですね。ズミタールはまあ程度がねピンキリが多いんですけど、これはまあかなり上物ではないでしょうか。でこちらが F2 開放で日差しが強い中で撮ったんですけど、特に問題なく綺麗にこんなに写ってくれてます。続きましてこちらが F8 ですね。ちょい絞って、だいたい通常これぐらいで使うんじゃないかってよく使うところの絞りで、こんな感じでまあ特にそんなに問題なく映ってくれてます。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。ズミタール 5cm F2 のご紹介でした。不明の点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。